前回大会2人で13得点、田村浅野を擁する四日市中央工業の試合、選手権制覇時の OB 小倉貴文も見守ります。前半風下となった4中高は神奈川東光学園のロングボールに苦戦。前半25分、見どころとなりそうですが、さあ東光のシュート、素晴らしい、ロングボールを受けた野次が技ありのヒールパス、これを一森に決められ4中高先制を許してしまいます。さらに前半35分、そしてゴールキーパーからのゴールも、ゴールキーパーからのパスがそのままパスとなって、最後は野次でしょうか、東光学園2点目が入りました。その1分後にはクロスから野次にヘディングを決められ3点目。4中高前半は一本もシュートを打てずじまい、完全にゲームを支配されてしまいます。後半風上に立った4中高の逆襲が始まります。後半13分、ゴール近づく、ボールキープ、ゴールで1点返しました四日市中央工業。コーナーキックから4番の坂、その2分後再びコーナーキックから、これもいいボールだ、ディフェンダー坂の2ゴールで1点差に。流れに乗りたい4中高でしたが、後半29分、さあ菅本のクロスボール、ファーサイドで待っていた橋本のヘディングシュート、欲しかった欲しかった、東光学園の4点目。再び突き放された4中高、前回大会得点王の浅野も奮闘しますがゴールにたどり着けません。そしてここで長いホイッスルが鳴りました。東光学園が3回戦進出。前回準優勝の4中高は田村浅野ともに無得点のまま早くも姿を消しました。